はい、こんにちは、マサアサノです。今日はちょっと声のボリュームを落として動画回してます。真横で赤ん坊が今さっきやっと寝たばかりなので、今からね、ちょっと一杯させていただきたいと思います。はい。今日は久々に、本当久々ですね、ウイスキーを買ってきまして、で、ロックですね。で、させてもらいます。はい。反射しちゃって見にくいかな。はい。ブラックでございます。私はよくワンフィンガー、ツーフィンガーとかね、聞きますけど、私はあまりそこはこだわりなく、まあ、その時の気分で、もう何フィンガーでも その時の気分で、やってます。特にこういった決まりっていうのはないですね。こう、美味しく、しっぽりと、いただければ、もうそれで十分なので、大丈夫かな？ちょっと声が小さすぎて、ちゃんと、聞こえてますかね？拾えてますかね？音。はい。赤ん坊は、起きずに、ちゃんと寝てくれてるので、このまま行きたいと思います。いただきます。美味しいですね。いやー、あとは、度数がね、強いだけあって、今日何も食べてないので、もう夕方なんですけど、今日は何も食べてないので、まあ、朝ね、コーヒーを一杯飲んだだけで、ですので、もう、ふわーってね、こう、五臓六腑に染み渡るっていう感覚が、もうすごいダイレクトに、わかりますね。感じますね。うまい。いやー、よくね、私、YouTube で、好きな動画の一つとして、アル中カラカラってご存知ですか？元祖は、わわわさんっていう人で、で、今、それの影響を受けて、こう、結構、真似してるというか、結構ね、再現度高い、再現っていう言い方もちょっとあれですけど、いろんな新しいこうことをわわわさんがやってない新しいことをこうトライしたりしている方で、ままわわわアルファベットなんですけど、わわわさん、この人オリジナルなんですけど、それをこう W をもじって逆さにして、ママさんっていう人がね、
今ちょっとこう、ちょっとじゃないですね、結構バズってるようで、で本当にね、言葉繰り返しになるんですけど、まあ、再現本当ね、最初見てたけど俺あれわわわしがまた動画を再開したのかなって見間違えるぐらいに本当なんかね上手にまあ再現って言葉使っちゃいますけどうまくやってるんですね。で今私それねハマって見てるんですけど、さすがにねその人たちがやってるねアルチューカラカラとかね 100% ハイボールなんてね私はできないですね。いやー世の中すごい人がたくさんいますよね。だから、まあ、自分ではねできないことだからこそこうちょっとこう見入っちゃうんでしょうね。私は本当に今ロックでちびちびとさせてもらいます、まあ、だけどねまあわわわしに限らず、まあ、まままましにも限らずこう大食いだったり大飲みだったりそういう動画ってやっぱ見てて気持ちいいですよね。決して自分が食べてる飲んでるわけじゃないんですけど、やっぱなんか見てて気持ちいいものを感じますよね。まあそういったところがこう共通してチャンネル登録者もねぐっと上がってるんだと思うんですけど、まあ私もねまあ飲み動画とかまあご飯食べてる動画とかね、時に作ったりしてる動画も過去に上げてますけど、本当に平凡な平凡な普通の量食べる量飲む量ね、特に真新しさもない料理してるところみたいな、そんな内容ですのでね。まあでもね、バズるバズらんは別として、やっぱりそれでもまあある一定の視聴回数ね、こう見てくださってる方がいるのでね、人数そんなにこうね関係なく純粋に何のご縁か、まあ、自分の動画をね見てくださっている方には本当感謝ですね。はい。話変わりますけど、そうですね、今声をねいつもよりもだいぶ落として喋ってますけど、考えたらどうせこれ編集ソフトにかけて編集してアップロードしてるので音量を上げればいいですね。まあ、でも元の音量が小さすぎるとね、やっぱりこう音量ベースボリュームをこうね上げすぎるとかえってね音割れしちゃうので、まあ難しいところですけどね。まあ本当聞き取りづらかったら本当すいません。いやいつもはねおつまみとかこうなんか真新しいものとかあったらそれをつまみでね、でかつ紹介するような形で、まあ、動画撮らせてもらってるんですけど、今日は何もご覧の通りつまみがありません。ひたすらロックでねさしてもらってる次第でございます、
あとはね、こう、度数の高いお酒も、まあ、今こうして、まあ、ロックで、まあ、飲んじゃってるんですけど、度数の高いお酒とかでも、あえて、そのまんま、ストレートで、一度は、ね、一度は、こう、ストレートで、どんなお酒、新しいお酒、初めて飲むお酒は、まずはストレートで、飲むようにしてます。まあ、皆さんやってることだとは思いますけどね。やっぱり、こう、まあ、いろんなお酒ある中で、度数もそれぞれ違う中で、おそらくですけど、その度数でそのお酒の味だったり良さがこう一番出てるんだと思うんですね。要はストレートの状態で。なので、そのストレートの状態を味わってみる。もちろん強ければ強いほどね、うってきますよ。うってね。でも、それも込みでそのお酒の、まあ、良さだと思うんですよ。なので、まず最初はね、新しいお酒を飲むときはストレートで、やりますね。まあ、わざわざね、紹介することでもないんでしょうけどね。まあ、みんなやってるよってね 言われること必至かと思いますけど。で、あとはね、まあ、さっきちょろっと出した100%ハイボールは別として、一般的なハイボールは、それをやるぐらいならロックかなっていうのが、まあ、私の中ではありますね。酒の飲み方として。こんだけね、高い、度数の高いお酒を、こう、あまりにも薄めすぎてしまうっていうのは、なんかそれはそれでこうちょっともったいないというか、せっかく度数が高い意味がないのかなとか、まあ、思ったりして、まあもちろん個人のね、感想に過ぎないんですけど。なので、こう何か薄めて飲むっていう時は、あまりこう、なんだろうな。例えば、その薄め、度数の高いお酒を、例えば5%まで薄めて飲むぐらいだったら、最初から5%で作られたお酒を好んで飲みますかね。チョイスしますかね。私は。だから、度数も高いお酒はある程度、まあ度数高い状態で飲む派なんですね。まあだから、まあね、こうロック割ってもロックですかね。で、ウイスキーはよく飲みます。 まあ店行けば、何でしょうね、まあ、大体基本ビールですけど、まあ味変でね、ハイボール頼んだりしますけど、ただまあ、それは味変口直しみたいなね、ちょっと味を変えたいなっていうぐらいの、その程度の、まあ意味でのハイボールチョイスであって、まあベースがウイスキーであるならば、そのウイスキーとしてやっぱり飲むには、まあ薄めたとしてもロックかなっていうのを私個人の中ではありますね。ちなみにね、これガラスじゃないんですよ。プラスチックです。ガラスだったらね、もうちょっと、こう、なんて言うんでしょう、味が、あると思うんですけど、まあ、プラスチックなんですね、これ。ウイスキーのね、種類もいろいろあります。で、まあ、今回はね、この、
ブラックを買ってきたんですけど、やっぱりね、なんでかってやっぱり安いからですよ。どうしてもこう日常的に用意するお酒ってなると、まあやっぱりコストはね本当に重要な要素なので、まあ安い方を選んでしまうわけですけど、たまにねちょっとこう贅沢して違うやつを買ったりしますけど、サントリーのダルマとかですね、あとはジャック・ダニエルとかですね。なんかジャック・ダニエルは何をきっかけに知ったのかもう記憶が定かじゃないんですけど、なんかボトルがかっこいいなっていう印象がなんかね、それが最初にあったような記憶がありますね。まあ、ただいずれも高いので、まあ、そうそう毎回ね買うことはできないんですけど、まあそういう意味ではやっぱりこう家計に優しいお酒って本当庶民の味方だなって思いますね。うまい。ちょっとペース早いですかね。なんとも言えないですけど、誰かと飲むときはといっても、もうここを少なく見積もっても1年親族以外の、誰かっていう、要は友人とかっていうところで誰かと飲んだことはもう少なく見積もって1年はないんですけど、大抵そう誰かと飲むときは、まあ、ビールなんですよね。まあ、基本私下戸なので、強い酒をこう飲んでしまうとですね、まあ本当に長持ちしないですね。だからまあ大体ビール、まあ、さであとは時々ハイボールぐらいで、まあ薄めのお酒を飲むことが多いんですけど、でまあビールとかだったらね、まあこうまあそれなりのまあまあ速さというか、まあね、飲みますペースで飲みますけど、こうウイスキーとかロックとかを誰かとこう飲みながらっていうのがねほとんどないので、こういったものをね、まあ、こうやって動画ではこうやって飲んでるんですけど、この飲み方がペースが早いのか遅いのか、まあ、自分ではよくわからないですね。まあでもね、さっきも挙げたわわわしとかね、ままましは本当ね、もうクイッともう一気飲みですからね。もうそれに比べたらもうもちろんペースは遅いわけですけど、いや本当に彼らは同じ人間なんだろうかって思えるぐらいね、いややっぱ世の中本当いろんな人がいますわって思いますよね。さあもう動画も気づけばもう20分ぐらいね、20分経とうかっていう風で動画回してます。やっぱさすがにこの時間でこの20分ぐらいでね、何フィンガーかは分かりませんけども、まあ最初入れたぐらいからこんだけのことですけど、まあ飲みきれませんね。この時間ではですよ。この後もね、もちろん飲みきりますけど、てかなんだったら別にこのね自分が撮る動画に
何時間以内に収めようっていう、そういったものはないので、もう本当に自分の趣味としてね、まあ、自由に撮ってるだけなんで、じゃああれですかね、動画として収まりがいいように、まあ、こんだけは飲み切って、今回の動画は終わりにしましょうかね。はい。ではまあこんだけですけどね。いただきます。じゃあ、今日は土曜日ですけど、まあ今日ね、お仕事の方、本当お疲れ様でございました。ね。まあお休みの方はね、今日一日、まあ良い休日を過ごせましたでしょうか。はい。はい。ということで、今日はこの辺でご無礼したいと思います。では、また失礼します。